はい、では、本パートのですね、セッションを始めたいと思います。はい、じゃちょっとモニターの方、プレゼン資料の方お願いします。はい、はい、私たちですね、アイマート実行委員会ですというあの団体あの組織でして、まあ、本日ですね、これから、テーマ、感染拡大が浮き彫りにした漫画アニメ業界を取り巻く、環境の変動という形で、これからですね、約1時間半程度ですね、こちらをテーマにしたあ各種トークの方を始めたいと思います。はい、では次のページお願いします。はい、で本日の大まかな構成なんですけれども、まあ、大きく、3部構成で、考えています。はい、でまず最初のパートなんですけれども、こちら今回こちらのステージの方でですね、この先ほどの内容の方ももちろんお話しするんですけれども、第2回アイマート2021の実は開催自体も本日リリースという形でですね、させてもらえればと思っておりますので、まあ、そちらのお話と、今ちょうどこう鬼滅の刃現象、鬼滅現象が起きておりますので、それも含めた、コロナ禍における漫画アニメ業界の展望についてですね、前半部に、まあ、あのお話したいと思います。はい、で中盤の方がですね、VR 即売会についてのお話をですね、ゲストフィオさんを お招きしましてオンラインの方でお招きしまして、あのプレゼンをいただきます。で後半の方でですね、そのフィオさんも交えまして、コロナ以降のですねリアルイベントというタイトルでですね、同人即売会とか、ちょうど昨日コミケの実施の発表もありましたね、まああの同人即売会の話と、まあ、映画祭の現状について、もう一人リモートで、同意の方も参加しまして、実施いたします。はい、それが主な、構成になります。はい、次のビデオお願いします。はい、でまず最初にですね、こちら今出ている3名ですね、まあ、プラスリモートで1名いるんですけれども、まずこちらあのアイマートを実施していますこの4人の方のですね自己紹介を軽くしたいなと思っております。はい、まあ、ちょっと僕の方からお話し差し上げます。こちら今真ん中のところに映っております一般社団法人漫画ナイトレインボーバード合同会社代表の山内康弘と申します。はい、僕はこの中で特に漫画の方が担当でですね、漫画分野でさまざまな活動をしておりまして、去年のこちらので国際漫画アニメ祭令和豊島のディレクターの方もやらせていただきました。で今回の組織としては共同委員長という形で、一番、こちら側の同意とともにですね、共同委員長という形で、このイベントを盛り上げようと進めております。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ菊池さんお願いします。はい、これで音が入っていますね。はい、漫画パートの菊池と申します。よろしくお願いします。これカメラの方を見たらカメラ目線になるんですよね。そうですよね。はい、よろしくお願いします。私はアイマートでは漫画関連のイベントの企画とキャスティングを主に、やらせていただいているんですけど、もともとトキワ荘プロジェクトっていう漫画家支援の事業をやったりとか、まあ、京都で行われている京都国際漫画アニメフェアっていうのの立ち上げに携わったりですとか、まあ、漫画関係のですねクリエイター支援とかイベントの事業を お手伝いするような仕事をよくやっております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ須藤さんお願いします。はい、須藤忠と言います。よろしくお願いします。実は、去年は僕はアドバイザーという形でアニメーション関連の、プログラムを作るということをやっていました。で本業はジャーナリストって書いてあるんですけど、執筆業でアニメのことについて書いてるんですけど、アニメのこと自体ではなくて、アニメの作品自体ではなくてアニメを取り巻く環境みたいなことを書いております。でそういったものをやる中で、アニメ漫画ってこういう文化とかアカデミックとかあるいは経済とかを語るイベントってないんですよね。ゲームだとセデックだとか、あるいは、映画でしたら東京国際映画祭とかあるんですけど、漫画アニメはないよねっていうことで、それをぜひやりたいなということで始めたものがこれになります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ土井の方の自己紹介は後でこう出てきたパートの時でお話しできればと思いますので、次のページの方に行きたいと思います。はい、でまあ、皆さん視聴の方々もですね、現場の方々もですね、そもそもこのアイマートってなんだよっていうお話があるかなと思っています。ちょっと今一部須藤さんもお話しいただきましたけれども、アイマートというのはですね、実は
去年ですね、東アジア文化都市2019豊島というですね、豊島区と文化庁の主催のイベントのところの1プログラムとして実施したものになります。こちら去年昨年ですね、漫画アニメ部門という部門がある芸術祭としてですね、まあ、珍しく進められたもので、その中でも僕と、土井の2人の方でですね、様々なプログラムを実施しました。中でもこのアイマートというイベントをですね、その中でも集大成として位置づけて実施したもので、先ほど増田さんからもありましたようにですね、なかなかこの漫画アニメ業界において産業と文化というところと、プラスですね、漫画とアニメ連動というところでのこういう、ボーダレスなカンファレンスというのは実はほぼ行われていない状況で、一方で漫画はまだまだシェアももちろん世界ダントツトップですし、アニメーションももちろん世界から評価されていて、このタイミングで、このむしろデジタル化が進んでいって、パラダイムシフトが漫画アニメも両方起きている中で、こういう取り組みを、ある意味こう企業、民間、公というか、そういうどこかの企業にたどる形ではなくて実施するところで意義がすごく感じまして、それで昨年度を実施いたしました。で昨年度ですね、なので、ボーダレス業界横断、国内外の知見を共有するだったりとか、文化産業芸術全方位にカバーするってところとか、最先端の取り組みを共有して発表してディスカッションし合うという形で、昨年の11月ちょうど1年前ですね、11月15日から、17日まで、豊島区の、施設の方で中でですね、実施させていただきました。でこの中も、実はかなり幅広いゲストを呼びして、24名のゲストセッションを用意して、80名の業界のキーマンイノベーターをお呼びして実施しました。こちらの業界関係者中心に2000名が集まって、9割以上の方が内容に満足なされて、次回その参加希望という形をいただきまして、そんなのもあってこのアドバイザーだったお二方も含めて委員という形で、今回4人で新しく組織体を組んで今回2回目に臨むという形になっております。はい、次のページお願いします。はい、で実は本日こちら iMart 2021の実施につきましては発表になります。はい、先ほどメディアにもリリースもさせていただきましたけれども、 iMart 2021を今回特にですね、今回コロナ状況下の中でどのように漫画アニメ業界が影響があったのか、そして変わっていくのか、プラス、それを日本かつ世界にという形でですね、今回も来年の2021年の2月26、27の2日間でですね、また実施したいと思っております。今回はですね、主催はこちらの実行委員会の方で実施しまして、そして共催として豊島区に入っていただくという形で実施いたします。はい、はい、というのもありまして、今回からですね、こちらの有志団体というか、こちらの組織の方で取り行うとなりまして、本日合わせて、クラウドファンディングサイトの方もオープンさせていただいておりまして、こちらの方でですね、応援いただくというか、先行チケットの先行割引も含めてですね、展開しております。で先ほど発表もさせていただいたんですけれども、ゲストにつきましてもこちら の URL からですね、もう何名か発表させていただいております。一方ですね、基調講演は2本を想定しておるんですけれども、1本の方につきましては、ポリゴンピクチャーズのですね、代表取締役の、塩田、修造さんの方ですね、お呼びすることが決まっておりまして、はい、ちょっと須藤さんすごい方ですよね、ちょっと補足を少しいただけると、はい、仕事さんの補足を少し、多分もうこの会場だと、はい、テック系の人も多いと思うので分かると思うんですけど、ポリゴンピクチャーズっておそらく日本で一番有名なぐらいの、CG 会社だと思うんですけど、非常に海外とのつな、がりに熱心な会社なので、グローバルという視点でその代表取締役である塩田さんにお話を伺えないかなということで基調講演をお願いしています。ありがとうございます、はい、そういう形でですね、ただいま本当にもう数十分前にですね、こちらのクラウドファンディングサイトの方もオープンしておりますので、ぜひ皆様こちらの方もゲストも含めてご覧いただいた上で、ご声いただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、じゃあ次のページお願いします。はい、そして、前半のパートの方は、こちら3名中心にですね、
まあ、鬼滅の刃から始まる、コロナ後の漫画アニメ業界展望という形のお話をできればなと思っております。まあ、こちらちょっとまあ、煽りで鬼滅の刃も入ってますけれども、まあ、まずはですね、漫画アニメの、まあ、このここ1年というか、まあ、コロナが起きる前からこう起きてどうなったかということについて、特にこう産業面の方からお詳しい、菊池さんと土井さん、菊池さんと曽さんの方からですね、それぞれまず一旦お話をいただきたいなと思います。じゃあ菊池さんからすいません先にお願いいたします。はい、産業面からですね。そうですね、主に産業面から、主に産業面から、はい、なるほど。まあ、今コロナ禍ということで、多くの産業が危機的な状況と言われてはいるんですけども、実はですね、漫画を出している出版社さんっていう括りでいくと現在絶好調という状態なんですね。で、まあ、出版社の中でも漫画を出してないところはなかなか厳しいようなんですけども、最近、まあ、富にいろんな出版社さんの人と話をするとですね、このコロナ禍で電子書籍を中心に、多くの作品が売れているということで、やってることといえば、まあ、今までと同じように作品を作りながら動画広告であったりとか、どうやってオンラインで新しい作品を見てもらうかということをですね、中心に活動するみたいなところがですね、多くなっているところでございます。それで、その中でもですね、今年の夏に話題になったんですが、集英社さんが今までで一番大きな利益を上げたと、200億円ですね、1200億円の売上に対して200億円の利益を上げたというですね、報告がありまして、業界では非常に話題になったんですけども、なぜと言われれば、それは鬼滅の刃のおかげということでございました。特にその、まあ、本当に格変がかかったようにですね、紙の漫画がもう買えないという状態が長く続き、買えないもんだからしょうがなく電子書籍を買おうかという流れも長く続き、まあ、この夏にはもう1億冊ですね、累計発行部数を達成しまして、非常に今売れているという状況になります。まあ、作品論的にはいろんな話はあるんですけどね、実は漫画に関しては鬼滅の牽引を影響を受けながらですね、公共だったりするっていうのはですね、なかなか見えにくいところなんですけども、まあ、こういったこともですね、現時点ではありますよというところですかね。それを受けてアニメの方はどうですか？どうですか？アニメの方は多分晴れ雨曇りでいうと曇りぐらいだと思うんですよ。で、一つはアニメの制作が、なかなか進まないんじゃないかっていうふうに言われてたんですが、実はまあ、まさに CG アニメとかそうなんですけど、リモートでかなり対応できるということで、かなり業界も頑張ったこともあって、まあ、一時は遅れは出てたんですけど、今は割と比較的うまく制作は回るようになっていて、むしろ実写映画とかの撮影が全くできませんよっていうのに比べると、アニメは制作ができるようになっている。なので4月5月6月ぐらいまでは辛い時期はあったんだけど、今は割と良くなってきてるっていうのはあると思うんですよね。で、あともう一つは、非常にいい場所と非常に悪い場所が出ていて、ジャンルで言うと配信はめちゃめちゃいいわけですよ。漫画と同じで配信の契約数がたくさん伸びてるんですけど、もう一方で、その前に前提で言うと、今アニメ業界って昔はご存知の方も多いと思うんですけど、 DVD とかブルーレイの売り上げで、利益を回収してたんですけど、それが売れなくなってきて、どうしようかって言った時に2つの出口を見つけたんですよね。一つは配信で、配信をしてお金を回収する。もう一つは、映像は映像自体としてあって、イベントとか音楽とか、あるいはコラボレーションカフェみたいな場所で、そういう周辺の場所で見つける、設けるっていう 手口を2つ見つけたんですが、結果今コロナでどうなってるかっていうと、配信の方は、こういう状況なので、かなり好調です。でもライブイベントをやっていた、アニメの関係者はかなり今きつい状態になっているっていうのがあると思うんですよね。で、ライブとかは割と直にアニメ関連の制作会社につながってるんですけど、配信は配信プラットフォームなので、じゃあ配信の契約数が増えたからアニメ業界を潤うのっていうと、2年3年先はあるかもしれないけど、直近はそれはないので、そういった意味ではちょっと苦しいかなっていう気はします。
なんかちょっと今のお話聞いて僕の方も、うん、まあ、イベントだったりとか、まあ、展示会だったりとかそういうところも結構仕事やってるんですけれども、やはりその漫画を使った原画展とかそういうものはかなりやっぱ苦戦していて、まあ、特に漫画の原画展についてはかなりこう公共団体、まあ、いわゆる地方のミュージアムだったりとかですね、そういうところも実施しているので、まあ、そこはやはり今コロナで人が呼ぶのも怖いし、呼んで、まあ、またこうクラスになったりところの駒さんもあるので、まあ、こうあまりこうできない中で、その中でやっぱりデジタル化というか展示自体も例えばデジタル化していって、まあ、物販の一部に流していくだったりとかですね、そういう動きもやはり出てるかなという意味で、まあ、いろいろこう動きは変わってきてるなというのも思いますね。そう、鬼滅の話するの忘れてましたね、うん、鬼滅でもまだもうちょっとその前に始まって、もうちょっと先でいい、了解です、はい、いいのそれで、まだもうちょっと時間は、はい、そう、そうですね、あと15分です、はい。あとなんか僕の方だと、その僕がこれも学習漫画だという、ま、漫画自体を学びとかですね、教育にも生かすというプロジェクトの方も、代表もやってまして、そちらの方はやっぱりかなりこのコロナ禍での巣ごもり需要がかなり大きくて、まあ、子どもたちがも含めて、まあ、親子でまあ、家の中で、まあ、楽しむエンターテインメントをするのに、せめてそれ学びに生きる漫画であればこう一石二鳥で美味しいところもあってですね、まあ、それで学べる漫画というか学びに生きるような、まあ、知識が得られるような漫画ところの、まあ、巣ごもり需要は結構高まったのかな、まあ、そのリアルな本もあるし電子もあるかなというところはありましたね、はい、なんか菊池さん、はい、あ、そうですね、はい、いや、まあ、それでいうと巣ごもりというと図鑑とかね、お料理とかねの本もかなりそうですね、売れて、それは紙で売れてるんですけどね、うん、そういう意味ではよく影響を与えてるところもあるみたいですね。まあ、僕まあ、東京ワンピースタワーも、まあ、しばらく設立時で関わっていたんですけれども、やはりまあ、東京タワーにあるワンピースのテーマパークが、まあ、このコロナのタイミングで、まあ、閉館になったというのは、まあ、なかなかなんかインパクトがあったのかなというふうに思っています、まあ、そこもやはりこう密にまあ、ライブ感というか3つのライブ感を、まあ、売りにしたところっていうのがやっぱり今かなり厳しい状況で、まあ、あと海外のですね、まあ、お客さんを収集ところもそうですよね、漫画アニメ両方とかです、ね、あと忘れがちなのは意外と商品物販グッズ系って今ライブと連動してるんですよね。ライブの会場で売るっていうのを売り上げがかなり大きな割合を占めているので、イベントがなくなったことで商品が売れなくなったっていうのも結構きついところはあったはずですよね。多分後半の話になりますけど、またコミケのとかコミティアの話もそういうところにかなり紐づいてますよね、うん、そうですね、まあ、とはいえ通販があるので、通販そのものは好調ではあるんですが、ただ今まであったみたいにイベントがあってとか何かが、きっかけがあってその商品が開発されるっていうところは多くありますから、例えば作品が新しいものができてこなかったりとか、大きなイベントがなくなってしまうとそれだけ物販の新しいチャンスが減るんですよね。まあ、その辺は、通販をやってる会社さんでも、なんていうんですかね、今まではイベントをかけてればよかったんですけどそうもいかなくなってきたっていう事情は増えてきてますね。あ、いいですか、ごめんなさい、はい、海外とかで今一番心配されてるのはイベントって1年2年で中止であればじゃあ3年目に戻ってくるねとか、今頑張ればいいよねって思いがちなんだけれども、運営団体自体が実はアニメのイベントしかやってません、漫画のイベントしかやってませんって2年間も営業しなかったらもう組織として成り立たないよって考えると、ね、うん、3年先4年先も組織がなくなったらイベントがなくなっちゃう可能性があるっていうのが多分それが一番懸念されることだと思うんですよね。なんかコミティアの今回ね、クラウドファンディングでかなり集まったらもうそういうところにありますよね。そのいかにこのしのいでいってまた復活させるかところについての、うん、その金の話はかなりあるかなと思います。まあ、そのグッズのも含めてですね、まあ、鬼滅の刃現象というか鬼滅現象が今起きてますが、まあ、僕も、まあまあ、アニメ漫画アニメゲーム漫画も、劇場版もアニメもテレビ版も見させてもらいましたけれども、まあ、そのなかなかここまでヒットする理由ってなかなか皆さんどこでいろんなお話しされると思うんですが難しいと思うんですけれども、ちょっとここで話することをしたいなと思いました、はい、ちょっと僕から、まあ、唇を切らせていただきますと、なんかやはり今日映画の方を見るとやっぱり僕表現の方でお話しするともともと漫画版もかなり言葉は強いかなと思っていて、プラス映画になるとこの主線の太さが表線の太さがすごくこうきっちり出てるので、そういう意味でこうなんか作風の中のこの表現の強さ言葉の強さと線の強さが相まってなんかすごくこう正統派な作品になっていて、まあ、それがこう多くの人に響いたのかなって思うところもあるし、まあ、一方でなんか僕やっぱりそのここ20年くらいチャンバラが減ってると思っていて、時代劇のまあテレビ放映も減ってきている中でやっぱりこう
剣を振るってことについて子どもたちはすごい楽しむし、まあ、年配の方も楽しめている、そういう意味でこう結果的にこう幅広い年齢層に広がってるかなというふうに思うところは表現の方でありましたね。うん、菊さんはどういうふうに見られましたか。そうですね、これは、まあ、あの漫画の大ヒットっていうことでいうと、まず一つ前は進撃の巨人だったと思うんですね。2010年代の前半に売れたわけですね。で、まあ、こうしたそのドラゴンボールもそうですし、まあ、あとはあれですかね、アキラとかですかね、大きなヒットを出すものって世相を反映しているところっていうのは非常に大きいと言われていてですね、後付け分析なんですけど、まあ、鬼滅の、あ、失礼、進撃の巨人が売れた頃って世の中的にはリーマンショックで、まあ、みんなもうなんか断ることに不景気不景気って言ってたり、まあ、日本の場合震災があったりしてかなりその世の中暗い感じの状態になってる雰囲気の時に、もうなんかもう逃げようにも逃げられない非常にこう切迫感のある怖い作品を作ったら大ヒットしたんですよね。で、まあ、そういう流れで考えた時に鬼滅は何なんだっていうふうに言われるとですね、まあ、多くの人が鬼滅の刃を分析してるんですけど、まあ、僕あの漫画のレビューサイトで漫画新聞っていうのを去年まで運営してたんですけどね。でそこでいろんな人がレビューを書いてくれたんですよ。で、そこの中で僕は結構印象に残ってるのが、まあ、主人公の特徴ですね、炭治郎くんがですね、持ってる特徴があるんじゃないかっていうのがありましてですね、炭治郎くんですね、自分のこと褒めるんですよね。頑張った頑張った、まあ、褒めるというか認めるって言ったらいいんですかね。そのこれだけ自分は頑張ったんだから、あるいはそのいろんな人にお世話になって、だから自分は頑張るんだみたいな自分を励ましたりするようなシーンがすごく多い作品でございましてですね、なんか実は、ナルトにしてもそのヒロアカにしてもですね、なんかちょっと若干コンプレックス抱えた主人公が頑張るみたいな流れが多かったりするんですけど、この鬼滅というか、まあ、炭治郎くんのキャラクターを見るとですね、結構自己肯定感が高いというか自己肯定しようとする努力が多いんですよね。これですね、結構世相を反映してるかなと思ってまして、まあ、世の中的にちょっとコロナのことは置いといて考えると、まあ、さっき言った通り、リーマンショックがあって鬼滅があってちょっと暗くなったんだけど、実はずっと株価も上がってたし、結構みんななんとなく頑張って暮らしている状態がですね、まあ、多分2010年代の中期で後期に差し掛かるところまでだったと思うんですけど、そんな中でですね、自分で自分を励まして頑張るっていうキャラクターがですね、なかなかこう今時な感じなのかなと、こういう切り口があってですね、それは少し面白かったかなと思います。それと同時に基本的には王道ですからね、王道のその主人公が最初弱いんですけど頑張って成長していくわけですけど、その成長していく過程に関してのそのさっき言った励ましとか優しさとか仲間との関係とか、そういうものが全体的に今時にの表現が多いかなっていうところがですね、まあ一つ特徴だったのかななんて後付け分析をしたりしています。はい、僕もちょっとそこに絡めてお話しすると、やっぱりそのヒットのタイミングでいうと、やっぱ進撃の巨人は東日本大震災後にヒットし、まあ、タイミングでヒットして、まあ、今回鬼滅の刃はこのコロナの状況でヒットしていると考えると、ちょっと絡めて言うと、やっぱり震災の時は被害がやっぱり時点のものであって、まあ、それに対して回復していくっていうところに乗っていたので、そういう意味だと共感するものの方が多分相性良くて、そういう意味だと塀に囲まれている中で、その中で頑張っている自分っていうのを、そういわゆるスカラマの平和だったりとか囲われている平和ところについての共感のところでああいうタイプがヒットして、逆にこの今コロナ状況下って点ではなく線で続いている状況なので、そういう意味だとなんかこう共感というよりも理想的な主人公みたいなものがなんかこう正義のヒーローとして求めているのかなってところも、この大ヒットの裏のこう一部には一つの理由にはあるのかなとちょっと思いましたね。その点アニメの、はい、どう分析されますか。よく本当に最近よくヒットをなぜしてるんですかって聞かれるんですけども、基本僕は分からないっていうふうに答えるんですよ。さすがにヒット普通にヒットするんだったら説明は可能なんだけれども、この大ヒットってやっぱり説明不可能なところがあって、おそらく、まあ、作品が良かったっていうのは大前提にあるんだけども、じゃあ世にある余ったたくさんあるアニメ漫画って、素晴らしくないのっていうと、まあ、明らかに鬼滅と同じぐらい素晴らしい作品って山のようにあるわけじゃないですか。なので、まあ、いい作品だったっていう前提は一つあるんだけど、あともう一つやっぱりマーケティングは巧みだったっていうのもあるし、でもう一つはやっぱり時期的な問題、
コロナということが起きて、まあ、劇場で公開したときに、まあ、ほぼ洋画はないですよね、邦画も大きいものはないですよねといったときに、まあ、一つに集まりやすいっていうのができていたっていう気はして、まあ、そこのところのいろんな要因が重なったってこれもいろんな方が言ってるんですけど、まあ、そこだなと思っていて、むしろ気になるのは今後っていうか、あの鬼滅って本当にありがたい、多分アニメとかキャラクター業界から見るとありがたいコンテンツで、あのキャラクターが多いとか、あるいはグッズ展開しやすい見栄えのするキャラクターとか、あのアイテムがたくさん出てくるとか、そういった意味では作品のヒットだけじゃなくて周りがバーッと盛り上がるっていう意味では、本当にこの暗い今環境の中でありがたい、本当にいい作品だなと思いますね。なんかちょっと一方というか、そのまあ延長線で思うところとして、なんかここまあ5年くらいの傾向を見ていると、この映画化の話ですね、映画だとこう君の名はだったりとか、このいわゆるすごくいい作品なんだけれども想定以上に大ヒットって作品がいくつかあるかなと思っていて、うんうんうん、まあ、僕もあのもちろん鬼滅大好きでいい作品だと思うんですけれども、ここまですごい勢いで興行収入が伸びていることを考えたときに SNS の影響っても結構あるかなと思ってるんですけど、そこら辺とはどう思いますか、ね、どうなんだろう、うん、あの一つ言うのは、あのジブリとか細田守監督とか新海誠君ってやっぱビッグヒットってたくさんあるんですけど、全部映画一本で完結してる作品じゃないですか。で鬼滅だけは実はシリーズがある、ね、うん、漫画の原作がないとついていけないってめちゃハードルが高いんですよね、劇場に足を運ばせるんで、そこに引っ張ったっていうのはやっぱ大きいし、それが SNS だったかっていうと、 そうですね、それは違うかもですね、いやもうあったと思うんですけど、さっきの話なんですけど、やっぱ SNS で盛り上がった作品っていう映画も今までもたくさんあるので、じゃあそれが200億さらにもう300億も視野に入ってるっていう興行収入ですね。いやそこまでヒットするほど SNS っていうのはすごいのかなっていうとちょっとわからないんですよね。うん、そうですよね。はい、なんか、まあ、僕もそのなんか、まあ、SNS でこうみんなっていう概念が多分ツイッターここまで普及していて、多分みんなっていう概念が、まあ、自分の好きなあの信頼してるフォロ、まあ、ツイッターでつぶれてる人5人くらいがいいと言ったらいいっていうふうに思うところもあるかと思って、うんうん、そういう意味だと、まあ、その影響力はあるかなと思うんですが、それでもやっぱりここまでのものっていうのは驚きがありますし、まあ、一方でなんかこのテレビアニメシリーズをある意味やった後にその続編をアニメでやってやるってことについてってかなりこうチャレンジングなことだと思うんで、そのあたりってそういう事例ってどうなんですかね。アニメそんなに僕も詳しくないんですが、あんまり見ないかなとは思うんですね。そうですね、うん、あとやっぱ子どもたちに広がったっていうのは大きいですよね。幼稚園で鬼滅ごっこを普通にやっているって、まさにそこのところで友達が知ってるから僕も見なきゃいけないよねみたいな、まさにそこは SNS じゃないけども、あの一種のコミュニティの中で見にゃあかんコンテンツになってる、ね、っていうのがあると思うんですね、うん、僕もちょっと友達の友人と話したら、友人のお子さんの話なんですけど、まあ、鬼滅の刃見てないんだけれどもクリスマスプレゼントで鬼滅の刃のグッズが欲しいって話があって、まあ、それはまさにその国民的ヒットというかヒットの、まあ、ってことですよね。それは大ヒットことですよね。そうですね、あのこの間のハロウィン幼稚園はあの寝床だらけだったらしいですからね。すごいことなんです。紙が売れたっていうのも、はい、子供が買ってるからって言ってたんですか。あれはそうなんですか。ああどうなんでしょうね。低年齢化してるのかな。まあ子供ある程度ほら成長してるってみんな今デジタルで見るじゃないですか。で、はい、紙がやっぱ本棚から、ね、書店の本棚から消えたのは子供たちが買うからだってなんか説明されたんですよね。そうですね。それはあの基本的にその電子書籍だとそのシェアリングが難しいっていうのはやっぱり どうしてもあるじゃないですか。だから家族で読むってなると紙一択になっちゃうんですよね。そういう意味では紙で買おうっていうふうにするっていうのは、まあ、現象としてあの雪崩のようにヒットした時に起きる現象だと思いますね。でその進撃の時はあれ子供読まないというか普通の大人の人は多分あんまり子供に勧めない作品だと思うので、それとはちょっと変わってきてるところはあると思いますね。まあ、でも原作もねスパッと終わってますからね、うん、そうですね、あれは気持ちよかったですね、うん、23巻でしたっけね、うんうん、まあお考えあってのことだと思うんですけど、深く中身を読んでる人にとってはここで終わるのが当然だし綺麗だよねっていうところで終わらせてますよね。そうですね、まあ、なんか終了直前ぐらいまでこれはどうなるのか、ここできっちり終わるのがいいんだけれどもどうなのかって皆さん読者予想してましたからね。そうそうそう、うん、ジャンプ続けなくていいのっていう心配の仕方をしてましたよね。でもねあれなんですよ、実際その、まあ、いろんな現象はあるんですけど
そのネット漫画がすごい世の中にあふれてきたのが本当に近年5年ぐらいなんですが、ジャンプみたいな正統派というかその今までと同じようにしっかりと作品を作る編集部から大ヒットが出るっていうのが改めて起きたっていうことが、まあ、まず大きいですよね、漫画の業界の中でですね。しかもそのすごいなと思うのはその、まあ、鬼滅景気いいじゃないですか。で、主演者の人と話をしてると、いやまあいいんだけど、まあ、これは特需であると。で、時間が経てば収まるものだから、それにおんぶで抱っこではいけないっていう危機感は常に持ってるんですよね。で、結果的に呪術廻戦とかスパイファミリーとかいくつか の, そのこれからヒットになりそうだなっていう作品を連続的に作っていて、なんかもうわざとやってんじゃないかっていうぐらいな感じのタイミングで今やってますよね。まあ、わざとではないんですけど、そうなるように努力をした結果しっかり控えてるっていう状態なので、まあ、両作品ともアニメ化に至っては、まあ、今回の鬼滅同様ものすごく、まあ、お金をかけるというか丁寧に作るでしょうし、タイミングはすごく測ってくるだろうなっていうのは、まあ、考えられるところかなと思います。あと一つ今思い出しました。あのデジタルの話が出たじゃないですか。アニメのヒットの理由の一つに配信はあったんじゃないかと思うんですよ。あの新アニメなので普通で見てたら絶対子どもたちの手には届かないんですよ。で、こういうビッグなコンテンツ、つまりジャンプでやっていて、UFO テーブルというアニメーション制作会社で、おそらくネットフリックスとかフールだとかアマゾンとか独占コンテンツで欲しがるはずなんですよ。して多分お金バーンと積んでくるはずなんだけども、あえて独占にせずに、僕調べたら20サイトぐらいで配信してるんですよ。で、なので独占のためのお金を積むというそういうものを捨てて、より広く広がるっていうことを選んで、しかもそれが多分深夜アニメなんだけど子供に広がった理由なんじゃないかなっていうのは仕組み的には思いますね。確かにそれは今の形よりは逆ですよね。まあ、そろそろそうですね、はい、ちょっと尽きる話になってしまいましたが、うんうん、まあ、ちょっとそろそろ次のパートの方に行きたいと思いますので、まあ、次のパートからはあの菊池さんの方にバトンタッチしまして、進めたいと思います。はい、はい、というわけでですね、ここから結構強烈な話になっちゃうんですけど、皆さんご準備いかがでしょうかっていう感じですけど、私の方が進行させていただいてですね、まあ、今回ちょっとリアルイベント、特に漫画アニメのリアルイベントをテーマに掲げようと思いまして、一つ面白い事例としてバーチャルマーケットというですね、 VR 上で行う、まあ、同人誌即売会ですとか、まあ、グッズの販売ですね、そういったことをやっているところのフィオさんという方にですね、バーチャルマーケットで何をしたかということをですね、ご説明いただこうと思います。ということで、つないでいただけますでしょうか。お、皆さんこれあのデモじゃなくてですね、実際映ってフィオさんね、今ね、フィオさん今大画面に映ってます、大会場。あ、本当ですか。あ、声聞こえてきました、聞こえてきました。聞こえてます。あ、こんにちは、はじめまして。ちょっとごめんなさいね、今ちょっとコントローラーの電池が切れて、あの体が動かない状態になって、左手がロックしちゃったんですか。あ、じゃあまあ落ち着いて、はい、じゃあ説明してますね。フィオさん、フィオさんはですね、僕フィオさん実は本名知らないんですよね、仕事はしてんですけど。で、その VR キャラっていう紹介でいいんですか。そうですね、バーチャル空間に生息している、苦しそうですけど、ね、調整中なんですね。ちょっと待ってくださいね。おいしょ。種族的にはドワーフなんですけど。あ、ドワーフなんですね。そっか。はい、ドワーフをやっておりまして、はい、まあ、実際のところ中身はですね、妻子持ちの美少女おじさんでございます。あ、なるほど。はい、てんこ盛りな設定ありがとうございます。大丈夫そうかしらね。大画面ですごいぐしゃぐしゃな体を見せつけることになってしまったなんかある意味すごいプレゼンですけどね。あ、リセットに入りましたね。あ、読み込まれた。リセットされた。これでちゃんとした感じですか。すごいなんかよくある配信っぽい感じになってますね。はい、はい、いいですかね。じゃあフィオさんです、バーチャルマーケットというですね、 VR 上のですね、まあなんだ、同人誌即売会であったりとか、まあ、そうしたものをですね、主催されている方になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひよと申します。すごいでしょう。ポカーンって感じですけど。ポカーンって感じですか。そうです、はい、これね、普段バーチャル空間上で生活をしておりましてですね、はい、ここは今VR チャットというソフトの
アプリケーションの中から その中にある、ね、後ろにありますけどこうバーチャルマーケット4の会場から ね、 そうですねお送りしております。東京駅を模した会場ということですよね。はい、はい、パラリアル東京というね東京をこうギュッと圧縮したような感じのこう空間になってます。周りの景色はこんな感じ、はい、東京タワーとか、ね、森ビルとかあの辺にアウディが、ビッグサイトがあったりとか、あそうそう商品名言っちゃいけない、スカイタワーがあったりとかね、そうすね、はい、いろんなのあります、はい、ですね。これは何なんだっていうことを説明するためにじゃあ動画でも見ていただきましょうかね、うん、はい、そうですね。まずは、どっちの動画からいきますか。そうですね、VKET の動画をVKET5 の紹介動画をなんか見ていただけるとあこんな感じなんだっていうのがなんかちょっとわかるんじゃないかなと思います。最近発表された VKET5 の動画の方ですね、いきます。はい、ではい、ありがとうございます。動画の方はこちらですね。これは次回開催されるバーチャルマーケット5ということでもう5回目なんですね。はい、そうですね。バーチャルマーケットっていうのは、まあ、そもそも何かというとですね、最初にも少し説明があったかと思うんですがこのバーチャル空間上で、まあ、主に 3D モデルですね、まあ、こういう 3D モデルのこういったバーチャル空間上で活動する時の肉体というか服みたいなこういったね 3D モデルのアバターだったりだとかあとはその、まあ、こう帽子とかこうサブアームみたいな衣装とか武器だったりとか、うん、あるいはまあ、キャラクターのこう髪の毛髪型とかお洋服とかあとアクセサリーとか、まあ、他にもね家が売ってたりとか、まあ、いろいろねいろんなものがこう集まって、まあ、クリエイターさんたちがそれをこう、ね、持ち寄って、こう販売するっていうそういうねクリエイターさんの展示イベントという感じです。でバーチャル空間のマーケットフェスティバルというふうにね私たちは銘打って今年2回、開催をしています。で初めての開催が2018年の8月、はい、うん、でそこからね、まあ、毎回その規模を大きく しながら234と続いてきてで、今回ねこの12月の19日から年明けまで年明け1月の10日まで、うん、バーチャルマーケット5が開催されるということになります、うんうん、ありがとうございます。バーチャルマーケットを始めたきっかけって教えてもらっていいですか。はい、バーチャルマーケットを始めたきっかけはですねまあ、もともと何て言うんでしょうかこの私の生い立ちっていうか何て言うんでしょうね、はい、このフィオとして活動し始めたこととも結構深く関わってくるんですけれども、はい、私はもともと長いことうつ病を患っていてですね、でこう前職もう前職も経営者みたいなことをやってたんですけれども、うん、まあ、そっちの方で、まあ、ちょっとこう内因性のうつ病っていうので、まあ、潰れてしまって、あ、そうですね、で
まあ、それと同時にこう対人恐怖症とか、 なんかあの集合恐怖症とか結構いろいろ同時になんか併発しちゃってですね、でこう外に行って人の目を見て話すとか、電車に乗るとか、 なんかそういうことできなくなっちゃったんですよね。うん、で、まあ、こう社会復帰なんかできないから、なんか今後どうしようかなっていうのを思っていた時に、うん、2017年末にこう VTuber ブームっていうのが来るわけです。はい、そうですね。はい、はい、でそこでこうVR にそこで、うん、とそれと VTuber と時を同じくしてこう VR っていう言葉もなんかだんだんこう認知が広まってきて、で機材も安くなってきて手に入りよく安くなってっていう、まあそういうところでこの VR の中にこう国ができるみたいな感じの話をですねこうしてる方がいらっしゃって、ゴロマンさんっていうね、VR 業界では知らない人はいないっていう、まあ VR をこう日本に持ち込んだ人といってもまあ過言ではないぐらいの方、元テラス方ですね。はい、でその方の本を読んで、であ VR 空間上に国ができると、そこでこう暮らすことができるかもしれないなっていうふうに私は思ってですね、でこの VR 空間上だったら、自分はその何て言うんでしょうか、 VR 空間上で働くっていうそういう選択肢がこう作りたいなっていうふうに、まあ、思ったっていうのがまあもともとのきっかけというか、もう私にとってはですね、その現実にもう復帰することができなかった、できない、まあ、多分今でもできないんですけど、できないので、なんかこう、やり方ないかなっていうふうにこう模索してた時に出会ったのが、このバーチャル空間だったっていうことなんですね。そうですね。でそこに、まあ、ちょうどねこうアバターを販売するという、こう、うん、文化みたいなものが、ね、芽生え始めた時期だったので、うん、これをもっと加速させてこのバーチャル空間上でその経済圏を作って、もっとたくさん人とかを人を呼んで、クリエイターさんを呼んで、外から企業を呼んで、お金を呼んで、まあ、いろいろねこうこの中でぐるぐる一個のまあ、現実で生きていくっていう、社会と、まあ、もう一個そのバーチャル空間で働いて、現実の体を食べさせていくみたいなね、なんかそういうこう生き方の選択肢が増えたらいいなっていうふうに、思いながら今このバーチャルマーケットっていうのをやっています。そうですよね。僕も、はい、ヒッキーさん、フィオさんはヒッキーっていう会社で所属して仕事をされているという形なんですよね。はい、そうですね。自己紹介が、すみませんね、ぐだってしまって、いいんです体がボキボキになってぐだっちゃった。大丈夫。株式会社、はい、ヒッキーというところの取締役 CVO という、ね、役職を務めております。チーフバーチャルマーケティングオフィサーという、まあ、なかなか珍しい役職を持っております。で、エディスにね、事務所があるんですけども、私デブ症というか完全に引きこもりなので、もう所属してというか立ち上げから2年半ぐらいになるんですけど、事務所に行ったことが3回ぐらいしかないっていう。そうなんですか。そうなんですよ、ね、僕2回だからあと1回で並びますね。並びますね。そうですね。はい、私の顔知ってる社員さんどんどん少なくなっていくみたいな。少なくなって、そんな感じ。悲しいですね。まあ、そのヒッキーさんっていうのはそのフィオさんと同様に、多くの方がバーチャル上で働いて、バーチャル上でっていうかバーチャルオフィス的な働き方をされてる会社さんなんですよね。そうですね。はい、主に、まあ、営業さんだったりね、そういったこの外に行く方っていうのは、うん、スタッフ社員さんは、まあ、出勤したりももちろんするんですけども、うん、まあ、今は、まあ、コロナもあって、まあ、ほぼほぼ全員基本リモートっていう形になっています。なんですね。なのでイベントもバーチャル、はい、参加する方はみんな VR キャラクター、運営してる人たちはバーチャル空間上で働いてるという、めっちゃ未来な感じですよね。はい、で今このバーチャルマーケットの5なんかはですね、関わってるスタッフ100人ぐらい、まあ、いるんですけども、まあ、お互いに知ってるのは、まあ、バーチャル空間上のこう見た目とバーチャル空間上の名前だけみたいな、うん、そうですよね。だから、はい、どこに住んでるかとか、どんな顔してるとか、本名何でとか、今まで何しててとか、もう全然知らない同士でこうバーチャル空間上でリモートで一緒にこうこのバーチャルマーケットっていうお祭りを作り上げているっていう、そういうちょっと何て言うんでしょうかね、非常にこうダイバーシティに富んだ働き方というか、ダイバーシティ、そうですね、うん、まあね、会議でもフィオさんはフィオさんって呼ばれるわけですもんね。
そうですね、その辺もなんかユニークだなとは思うんですけど、はい、うん、ありがとうございます。あのどっちかというとフィオちゃんって呼ばれてますね。あ、フィオちゃんなんですか。僕もちゃんって呼んでいいですか、うん、今度。はい、あ、全然大丈夫です。本当ですか。あの、じゃあ、あ、女の子なんでね、これでもね。あ、そう、中身は失礼しました。そうでした。はい、ちょっと曖昧、その辺のこう曖昧さをね、こう。その辺はなんか役作りがね、大変ですよね。そう、曖昧さがいいみたいな。なるほど、なるほど、うん。ありがとうございます。はい、で、今日ちょっともう一つのテーマとして、あれですよね、その、バーチャルマーケットはあのアバターとかを販売するマーケットということなんですけど、はい、いわゆる同人誌即売会、まあ、言っちゃあれですけど、いくつかあるコミケとかそういうようなものの同人誌即売会を模した、うん、イベントということで、コミックブイケットっていうのを夏にやられたんですよね。はい、私もあの自分の本の仕事で、配信とかやらせていただいたんですけど、ちょっとそっちの紹介をですね、うん、させていただければと思うので、また動画に行っちゃいましょうか。はい、お願いします、はい、VTR スタート。秋葉原なんですよね。あ、本当だ。ここなんですけど、はい、ですね、凸版印刷さんが運営するコミックブイケット公式ショップ、まあ、これはですね、自分のイラストやデザインをマグカップとか T シャツとか、あとはクッション、トートバッグにすることができるというもので、これベンチャーの世界で使えるやつじゃなくて現実の世界で使えるやつ。めちゃめちゃいいじゃん。こういうのだ。このインフォを押すんです。押すとそのページに飛ぶんで、はい、あ、こういうことか。そこから詳しく見ていただけるようになっています。はい、すごいですね。これは楽しいね。はい、というわけでご紹介でした。同人即売会を秋葉原のようなところでやったということですよね。うん、うん、そうですね。あの、元々のきっかけがですね、私の妻が、あの、あ、妻子持ちなんですけど、あの妻子持ち の, あの美少女おじさんなんですけどもね、こう妻が同人作家をやってまして、で、まあ、いろいろこの、いつだったかな、2月ぐらいに、あの、まあ、年明けぐらいからもうコロナっていう話になって、で2月ぐらいからもうイベントがもう どんどこなくなっていって、でもう本を出す場がないと。こういう話を妻から聞いてですね、そうですね、これなんかバーチャル、あなたバーチャルの仕事やってるけどバーチャル空間上でこれどうにかできないのっていうことを妻から言われ、あ、確かにできるなと。なるほど。で、あの、クリエイターさんにとって発表の場ってすごく大事だというふうに思っていて、いや、その通りです。やっぱりそのコミケっていう場だったりだとか、もう他にもね、同人誌即売会、小さなオンリーも含めてたくさんあると思うんですけど、まあ、そういう締め切りだったり発表の場があるからこそ、なんかこうモチベーションが湧いて、でそれに向けてこう、クリエイティブを発揮するというか、その締め切りに向かって頑張って、で締め切りまでに間に合って発刊されて、でそれをこう手に取る喜びとか、そういうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうですよね。で、いろんなイベントがなくなることによって、そういうこうモチベーションがなくなって、作品が出なくなるっていうの、これ非常にまずいことだなっていうふうに思って、まあ、私はもともと同人の畑にいたので、ああ、まあ、じゃあ、はい、同人誌昔はよく書いてたのでね、ああ、これはじゃあちょっともうそのコミックと音楽っていう形で、コミックブイケットっていうのとミュージックブイケットっていうのをね、あの、同時に企画をして、こう夏に開催したというような形になりますね。なるほど、ありがとうございます。ちょうど次のセッションの準備も、はい、実はですね、できてなかったのが今できたっていう報告があったので、やった、次に進もうかなと思うんですけど、はい、というわけで、コミックブイケット、失礼、バーチャルマーケットの主催でコミックブイケットも開催されたフィオさんのご紹介でございました。ありがとうございます。というわけで、フィオさんはそのまま登壇続きということでですね、新しいメンバーを迎えて次のコーナーに行ければと思います。画面どうなるんだろう。あ、どうも。あれ、これ僕も聞こえてるんですか。あ、土井さん聞こえた。土井さん今ね、声だけ会場にいる感じですね。
あ、どうですか。どうもです。すいません、遅れました。はい、というわけ で, です、ね、どうもこんにちは。はじめまして。リオです。あ、リオです。こんな感じ、こんな感じ。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、このまま進行続けますけども、今度はアイマートの4人目の幹部の土井さんがですね、今実は直前まで別のイベントリアルで出てたんですけど、リモートで駆けつけたと、駆けつけたわけじゃないんだよね、接続したわけですね、ということ で, です、ね、そう相当大変らしいんです。この後もあるんだよね。そうですね、はい、今日2時4時までずっと収録なんですけど、その合間で今来てます。じゃあ土井さん30秒で自己紹介してください。はい、土井と申します。今ちょっとこの後ろでバーチャル拝見してるんですけど、新千歳空港で開催されている新千歳空港国際アニメーション映画祭のフェスティバルディレクターをしています。あとですね、ニューティアという会社で世界のアニメーションの買い付けと配給だったりとか、最近はプロデュースもしていて、まあ、あと執筆とか講演とかを通じてですね、そういった世界のアニメーションシーンを紹介するというような、そういった活動も、しています。まあ、今日はなぜ今日僕がこんなアタフタしてるかって言ったら、このまさにこの映画祭なんですけれども、今年現地開催とあとオンライン開催を同時にやるということで、今日そのオンライン部分の、コンテンツの事前収録で今渋谷パルコのドミューンのスタジオにいまして、今それの事前収録をですね、4本撮りしている最中でしてですね、まさに今日の多分トークテーマとぴったりの状況にいると思いますので、そのあたりの今日は映画祭の話をいろいろできればなと。はい、ありがとうございます。ということでですね、コロナ以降のリアルイベント同時に試測媒介と映画祭の現状と今後ということで、ここからですね30分ほどですね、お話をさせていただければと思います。今日はまあひとまずその漫画関連アニメ関連ということでですね、それぞれテーマに基づいて現状どんな風になっているのっていう話とか、まあ、今回 VKET の話も少し入れさせていただいたりしながら、進めさせていただいて、最後ですね、これからの展望みたいなものをですね、まあこのまあ、今回のメンバーで説明をさせていただければと思っております。で最初がですね、漫画関係、先ほどから何度も出ている即売会ですね、コミケとかそういったものの周辺の話で、ここはちょっと僕の方からと思っています。2020年はですね、なんといってもコミケですね、コミケがですね夏冬中止になりました。前回年末に行われたコミケでいうと、来場者が76万人、サークルという、まあ、作品を提出出展する人がですね3万2000人、そしてですね献血がですね4日間で2000人行われるということですね、これがかける2なくなっちゃったんですよね。でこれだからどうしたのっていうのはあるかもしれないんですが、まあ、こうしたですね同人誌を書いてる人たちって、このイベントに向けて、まあ、半年間血眼で作品を作ってですね、なんとかイベントに間に合わせて出展したりするもんで、実にですね 3.2×2 の6万4000分の締め切りがなくなっちゃったんですよね。そうするとですね意外と書かないですよみんな。ということでですね、実は同人誌っていうのはですね、単純にイベントがなくなると作品を書く機会が減ってしまうというですね、もうすぐ直撃を受けてしまうんですね。まあ、そんなことは影響としてはありました。駆け足になっちゃいますけど、まあ、例えば、アニメジャパンっていうのはですね、今日本国内で行われている漫画アニメイベントの、まあ、いわゆる版権ものって正規版権のイベントとしてはですね一番大きなものなんですけど中止になりました。春にこれがあると秋には京マフって言って京都国際漫画アニメフェアと同じようなものでちょっと規模感が3分の1、4分の1ぐらいのものがあるんですけど、こちらはなんとか開催しました。ですが規模感的には半分ぐらい。緊急事態宣言中はですね基本的にもう本当にほとんどの同人誌などのイベントはですね全滅でやらないっていう状態でございまして、まあ、秋になってポツポツと再開しているのが今現在という感じですかね。ちなみにフィオさんたちのコミックブイケットはそんな中の8月で開催されたので非常にこうインパクトはありましたね。そうですね、はい、サークル数は400ちょっとぐらいだったんですけれども、ね、うん、はい、来場者数でいうとだいたい10万人ぐらいの来場がありました。みんな注視して見ていました。そんな時、まあ、コミケなんかはやれないんでエアコミケなんてネット上でやったりしてたんですけどね、うん、なかなかこう頑張ろう同時に声をかけるもっていう感じでしたね、はい、ちょっと名言は避けますけど。他にもいくつかの新しいサービスが出てきたり、あと、まあ、同時に即売会でいうと3番手ぐらいの大きさになるコミティアっていう
イベントがあって、だいたい毎回 1,2 万人ぐらい来るもので年に4回やるんですけど、これがですね、まあ、運営団体の方が非常にこう、お金が回らなくなってきたということで、クラウドファンディングをやったところ大変話題になって1億3000万円ですね、お金が集まったなんていうこともございました。またピクシブ社はネオケットっていうその、まあこれもやっぱりバーチャル上なんですけど、詳しいことよく分かんないですけど、まあ、あのネット上での即売会を1月にやるっていうことをこの間発表したんですが、まあ、最近の一番大きなニュースは昨日、コミケが来年の5月は開催するということでですね、お話をしたっていうのが、まあ、ありました。これちょっと後で詳しくいくんで、ここはここまでとしますね。まあ、漫画関連即売会の現状はこんなところということで、次に土井さん、映画祭関係のことを少しお話ししていただけますでしょうか。はい、了解です。僕自身がまあそのアイマートのメンバーの中でもその海外の状況といいますか、そういったものをちょっと伝える役みたいな感じでいることもありまして、僕はまあ海外 の状況を中心にお伝えしようかなというふうに思っています。で、まあ、アニメーションにおけるその大きなリアルイベント、もちろんファンイベントみたいなのもたくさんあるんですけど、僕が関わっているのはある種プロフェッショナル向け の映画祭と呼ばれるものですよね。でそういったものの状況をですね、これ見てみますと、やはりその、2月以降ですね、どうしてもその実地の開催っていうものがなかなか難しくなっているっていうような状況があります。で、まあ今このリストの中に書いてあるものでいうと、まあアヌシーというですね映画祭がですね、まあアニメーション映画祭の中では世界で一番大きな映画祭なんですけれども、これがもう完全にオンライン対応しているというような状況になっていて、まあ、本当に基本的にはヨーロッパの映画祭、アメリカの映画祭はやはり現地でやるというのがなかなか難しい状況になっている。その中で、まあ、アニメーション映画祭の主なコンテンツと呼べるものはやっぱり映画なわけなので、まあ、それはある意味で言うとオンライン上に非常に適性のあるものでもあるということもありまして、オンラインでそのコンペで選ばれた作品だったりだとか、プログラムの作品が見れるという状況になっているというような状況があるかなというふうに思います。まあ、本当に9月ぐらいになってヨーロッパの映画祭で、まあ、一時的にですね感染者数が減ってきた時期があったと思うんですけれども、そういう時にですね、まあ、ちょっと小さな範囲で現地開催をするっていうような、そういったようなことをやってきた、やってやるっていうようなこれもあったんですけれども、やはり基本的にはオンラインに生かすといいますか、やっぱりうちの映画祭も現地開催もやるんですけれども、ただ今一方で今ちょっと今札幌というか北海道が今ちょっとまずいことになっているってこともあって、ね、なかなか大きなスケールでやれなくなっている中で、やっぱりオンラインっていうところをですねやることによって、なんとか映画祭としての規模を保とうっていうような状況が起こっているっていうような状況ではあるんですけれども、次のいいところ悪いところあるってことですね。そうですね、はい。でオンライン開催の良いところと悪いところっていうのがあって、まあ、僕自身は、まあ、観客としても見るし、今年プロデューサーとしていろんな映画祭に作品を出展しているので、その作家側の立ち位置も分かるし、同時に今その映画祭の運営もしているので、その3社 の, リアリティが全部持てるところもあるんですけれども、まあ、オンライン開催は、まあ、もちろんいいのが世界中どこにでも作品が見れるということで、まあ、いつもだったらアヌシーだからアヌシーに行かなければいけなかったんですけれども、アヌシーは結構ほぼ全ての短編の作品をですねオンラインで見れるようにしてくれたっていうところがあって、やっぱりアヌシーっていうところはこういう作品をやってるのかっていうことをですね世界中の観客が見れるようになったっていうような、そういったような状況があって、それは良かったですよね。あと、まあ作家側としてもやっぱりトークイベントだったりだとか、その自分自身の作品を語るっていうことはもう別にわざわざそこまで行かなくてもそれができるっていうようなこともあったりだとか、うんうん、それでさらに運営側でいうとやっぱり普段とは違う観客にアプローチすることが可能になっている機会でもあると思うんですよね、うん、やっぱり映画祭はやっぱりコアファン、プロフェッショナル向けのものだと思うんですけれども、今回そういうふうにオンライン化することによって、まあ、ある意味でいうとその対立するものはネットフリックスだったりアマゾンプライムだったりっていうようなだったりだとか、そういうある種の限定的なオンライン配信プラットフォームとしても展開できるに、多分これまで映画祭に足を運ぶまで行かなかった人たちに興味を持ってもらうっていうようなことはあると思うんですよね、うんうん、まあ、ただ一方でまあいいところばかりでもなくてですね、もう全体として一番大きなところが、うんうん、とにかくコミュニケーションを取るのがすごく難しいっていうところがあって、ね、やっぱり映画祭で人脈作りの場であるわけですよね、うん、まあ、あと旅行の場でもあったりするわけなので、うん、それが全部切られてしまってるっていうところで、うん、ある種映画祭に参加するうまみって何なんだろうってことはやっぱりみんな考えるようになってきてる、うん、で作家側からするとですね、
僕も作品を応募して出してるからよくわかるんですけど、うん、いつもだったら作品が上映されるんだったらなんかちょっと招待してもらえたりとか、ホテル出しますよとか、うん、そういうのがあったりするんですけど、そういうような恩恵が得られないんですよね、うん、その代わりトークだけは出てくれっていうような状況、しかも、うん、オンライントーク参加なんで断りづらいっていうのは、最近はやっぱり時差がちょっとあるからとかに断ったりしてるんですけれども、うん、なんか結構地獄のような状態、うまみがないけどなんか義務だけ果たさなきゃいけないっていうような状態がすごくあるし、運営側はもうはっきり言ってオンライン開催と現地開催やったら、うん、2つの映画祭をやるみたいな感じなので、本当にバタバタになってしまっているような状況、うんうん、でやっぱ審査するのも審査員もちょっと僕やらせてもらったんですけれども、うん、全然ディスカッションできないんですよねなるほど、回線状況悪かったりだとか、もうやる気が起きないんですよね、うん、なんか本当にやっぱり、まあ後からの議題になってくると思うんですけど、うん、もうリアルイベントが持ってる意味って何だったんだろうってことをやっぱすごく考えさせられる、映画祭って一体誰のために何のためにやったんだろうってことをすごく考えさせられるような状況、とにかくやっぱりコミュニケーションが取れないっていうこと、上映のその背後にあるものが全部消えてしまっているっていうところが今、じゃあみんなそれどうするか、それを、まあ、作家としてはね、やっぱ何年間をかけて作った作品を出すのに本当に作品をコンテストで取られるだけで、うんうん、他の友達も作れないし、うん、これって出す意味あるのかなっていうようなちょっとなってるのかなっていう感じはすごく感じますよ、ね、なるほど、はい、ありがとうございますっていうような感じですかね、はい、はい、そしたら、満を持してフィオさんですね、はい、まあ、そんな状況下でですね、まあ、さっきも少し話していただきましたけど、うん、コミックブイケットだとミュージックブイケットってもね8月にやっていただいて、うん、この辺はまさにコロナ真っ盛りのところだったと思うんですけど、実際その、はい、参加された方々の反応とかいかがでした？うん、そうですね、まあ、まず VKET4 が、開催されたのがゴールデンウィークのシーズンだったんですね、だったので、はい、もう本当にコロナの超真っ只中というか多分一番やばい時期、うん、ですね、だったと思うんです、はい、緊急事態宣言ね、うん、そうですね、で、まあ、そんな中でも、まあ、多少やっぱりねこうまあ、営業でその営業さんがその出店企業さんとこうやり取りするのに出店企業さん もうみんなリモートになっちゃってるから連絡取れないみたいな感じのこととか、うん、まあ、若干影響あったんですけど、はい、まあ、とはいえほぼこう、ま、ほぼイベント開催には影響がなく、まあそうっすよね、まあ、約1000サークル、1200サークルかな、うん、1200サークルの出展、と、うん、大体73万人ぐらいの、うん、72万人ぐらいか、うん、延べ来場数72万人ぐらいの来場者数があったんですけども、うん、まあ、それをほぼ何て言うんでしょうか、何も滞りなくできちゃったっていうのが、うん、コロナ禍においてもこうバーチャル空間上でだったら巨大なこうお祭り系のイベントがこうできちゃうっていう、こうなんか実績というんですかね、なんかそのこう事実がすごくなんて言うんでしょう、そのゴールデンウィークの時期にはそれが大きく取り上げられて、まあいろんなこうねテレビの特集とかでももうこのコロナの中でもこうバーチャル空間上で集まってるみたいな、まあ、感じの結構いろんなね話題にもなったりもしました、うん、なるほど、そう、まあ、手応えですかね、うん、手応えがあったってことなんですかね、そうですね、うんうんうん、でそう先ほどこう土井さんがおっしゃってた中でね面白い、面白いというか、まあ、ちょっと一個世界中のどこからでもっていうね、うんうん、オンライン開催のいいところがあったと思うんですけど、うん、バーチャルマーケットもねまさにそうで、うん、こう、バーチャルマーケットもそうだしコミックブイケットもそうなんですけど、うん、バーチャル空間上でやるこういったその即売会マーケットフェスティバルって、はい、場所の来場者の場所来場者も出店者もその場所の制限が全くないんですね、うん、例えばその、まあ、東京で大きなこう即売会イベントがありますと言った時にあらかじめこうでかい段ボールを東京に送っておいてで新幹線で行ってホテル手配してみたいな、うん、 そうすな、まあ、そんな感じで、ね、大変なわけで、うん、なので結構その参加者が首都圏に偏りますみたいなことって、まあ、往々にしてあると思うんですけど、うん、この、まあ、私たちがやってるこのバーチャルマーケットだったりコミックブイケットだったりっていうものの出店者層だったり来場者層っていうのが、うん、
地域に偏りがないんですよね。うん、なるほど。まあ、ほぼほぼ日本の、人口比率と、まあ、ほぼ一致みたいな、うん、感じの結構面白い、なんて言うんでしょうか、その参加者属性が出ます。なるほど。これがその、ね、リアルのイベントだと、おそらくその居住開催地周辺からの、うん、単価が圧倒的になると思うんですけど、まあ、そういう面で、うん、まあ、今まで即売会に参加したことがなかったんだけれども、うん、バーチャル空間で開催されるんだったら参加できるねみたいな、うんうん、まあ、そういうね、こうオンラインの良さみたいなものはありますね。なるほど。僕フィオさんに1個聞いてみたかったんですけど、うん、まあ、僕こういうリアルイベントイベンターとしてしょっちゅうやってて、まあ、大変だなと思いながら受け止めてたんですけど、うん、そのさっき土井さんが言ってたみたいに、うん、そのコミュニケーションが取りにくいっていう、うん、あるじゃないですか。でそれについては、はい、僕慣れなのかなって思うところもあって、例えばその、うん、コミックVケ、バーチャルマーケットなんかはその VR チャットっていうプラットフォームをベースにやってるじゃないですか。でこのイベントに出るために VR チャットに初めて入った人はやっぱなかなかコミュニケーション取りにくいと思うんですけど、もともと VR チャットに慣れてる人にとってはそのコミュニケーション取るっていうのは別に普段からやってることなわけじゃないですか、うんうん、そういう意味ではそのこういうバーチャル上の、イベントとかが慣れてる人がキャズム、まあ、増えていったりとかするとそのコミュニケーションが円滑に図れるとかそういう未来って、ね、あるんじゃないかなって思ったりするんですけど、まあ、その点その経験豊富なピオさんとしてはそのあたりどう思われますか？そうですね、まあ、まず結構この VKET って一個のきっかけでしかなくて、まあ、きっかけというのがすごい大きな意味を大きな役割なんですけども、なるほど。まあ、出展者さんにとっては、まあ、締め切りをこう提供することによって、はい、まあ、作品を作るきっかけになって、で来場者さんにとってはもともと VR 慣れている来場者さんにとってはその自分のがまだ知らなかったこう推しクリエイターさんとこう出会える可能性、うん、出会えるきっかけがあるんですよね。でもそのここって3D 空間で歩き回ることができるので、現実のお買い物を行ってウィンドウショッピングした時に、なんかその店をこう見て回ってたら偶然目に入ったお気に入りみたいなのって出会うことあるじゃないですか、はい、で普通の EC サイト、それこそAmazon とかみたいな EC サイトって基本指名買いだと思うんですけど、うん、そうですね、その指名買いじゃない偶然の出会いみたいなことができるっていうのは、うん、すごいよくね、面白いポイントだと思います。間違いないですね。であとはこの、まあ、バーチャルマーケットっていうところが、まあ、すごい大きいお祭りでいろんな企業さんも参加するので、まあ、それを目当たりに、まあ、VR 入ってみようみたいな、 VR チャットを始めてみようみたいな感じでこう入ってくる方も、まあ、すごくたくさんいらっしゃいます。でコミュニケーションっていう点で言うと、まあ、バーチャルマーケットは基本的に出展ブースを自分の作品を出展して、でそれをこう置いておいてブースが接客してくれますっていうのが、うん、基本的なコンセプトなんですね。自動的にね、はい、はい、なんですけども、コミックVKETとかはまたちょっと違ったコンセプトでやっていて、うんうんうん、やっぱり即売会での楽しみの一つって、うん、作家さんとファンの方とのコミュニケーションというか、うん、今回も新刊くださいって言って、あいつもの人いつもありがとうございますみたいな、そういう、こうやり取りってすごく楽しいし、隣に偶然座ったサークルさんと仲良くなったりとかもするわけじゃないですか、うん、まさにね、はい、うん、まあ、みたいなことをこれ再現したいなっていうふうに実はコミックブケットの時に思ってですね、うん、コミックブケットはVR チャットと、はい、クラスターとスタイリーの、はい、3つのプラットフォームで開催したんですね、はい、うん、なので、VR からも参加できるし、うん、ウェブからも参加できるし、うん、スマホからでも参加できますみたいな、スマホからもね、はい、はい、感じの状態になってたんですけども、もう作家さんがそのサークルさんが何時から何時の間このプラットフォームのどこどこにいますっていう、うん、こう画像を自動で作れるような仕組みっていうのをね、サークルさんのマイページの中に作って、でそこをツイートする、うん、でそうするとそこをめがけて、でその時間めがけてファンの方が会いに来るみたいな、うん、まあ、そういったね、まあ、実際のこう即売会に近いコミュニケーションみたいなものが生まれるような仕掛けっていうのをやったりしてました。
なるほどですね。反響はどうでした？うん、反響はすごく良かったですね。あのなんか最高美札とかをこう作ってましたね。まあ、その作家さんがね、はいはい、こう集まってる、作家さんがいる、まあ、場所というかそこの ルームというかね、まあ、そこに行って、はい、で作家さんがこうなたブースに立ってて、でそこの前にこうあの列作って挨拶待ちするみたいな、で後ろ一番後ろの人にこう最高美札みたいなのをこう、うん、あの持てるようにしておいて、でそれがこう写真撮ってみんな遊ぶみたいな、まあ、そんなね、遊びの要素、コミュニケーションの要素を取り入れたりもしてみました。はい、ありがとうございます。まあ、あの実際現場見ても現場っていうかその状態を見てもらうとね、皆さんにも分かりやすいでしょうけど、結構このブイケットにせよコミックブイケットにせよね、あの動画で残ってるんですよね、いろんな方がね配信したりとかね。うん、そうですね。なのでもしあのご興味持たれた方はですね、そのアーカイブされてる動画なんかを YouTube で見ていただいたりなんかにするといいかなと思います。はい、皆さんありがとうございます。そしたらまあちゃかちゃかっとあと3ページかな、次に行っちゃいましょうかね。はい、ということでここからは今後の話と最後のまとめに入っていくんですけど、私は現在ですね、虎の穴という同人誌を販売する書店の方からも仕事をいただいてまして、デジタル化なんかの対応をしてるんですけど、実はですね、まあ、このコロナ禍で一つ即売会が進化したみたいな側面がですねあるんですね。どんなことがあったかっていうとですね、まあ、そもそも即売会って何だったんだってみんな結構ですね、ネットでやるにはどうしたらいいかって問いを発生させてですね、もう再三先から出てるようにイベントをやることによって締め切りが発生するから、その締め切りが重要じゃないかとか、人と会うから人と会うのが重要じゃないかみたいなですね議論をですね散々やったわけですよね。そんな時にですね、とある小さな何人、まあ、50人とか100人ぐらいしか出店しないのに小さな即売会を主催された女性が考えた即売会がですね、大変たくさんの作品とお客様を集めて、でまあ言ったらあれですけど、虎の穴通販やってるんですけど、通販ですごくたくさんの、同人誌が売れるっていうような事例が出たんですね。で何をやってたかっていうと、通常ですね通販をするときって、まあ、同人誌に限らないんですけど、なんかこう出来上がったらいつでも売れるわけじゃないですか。まあ、特に同人誌なんかは作家の都合で作るんで、通販なんかだとその締め切りはあんまり意識しないでですね、出来上がったら売るんですけど、とあるオンライン即売会では実際に開催する3日前までに作品を郵送することができなかったら売りませんとかですね、あとオンラインなのにわざわざ朝の10時にオープンをして、4時か5時ぐらいになったらクローズするって、その間しか特設ページでは買えませんとかですね、まあ、疑似的にウェブ上で、即売会で起きているような締め切りの概念であったり、そこに行かないと売れないっていう概念であったり、なんだっけ、その始まって終わっちゃうっていう実際のリアルイベントに即した形でですね、わざわざウェブイベントでやったんですね。そしたらそれを支持したお客さんもそうですし、まあ、書いてる人たちもそうですしが多く集まって、非常に活況な即売会ができたんですね。というわけでですね、まあ、いろいろ出てるんですけど、締め切りですとか、まあ、その時に間に合わせなきゃいけないっていうようなことですとか、そうした部分っていうのはですね、オンラインでも再現できるところはあったようです。ですので、まあ、実はこのコロナを契機にオンライン即売会っていうのが少し進化したっていう側面はあったかなと思います。またこのままどんどんオンラインに行くかなと思っていたところ、徐々にまあ復活を、リアルのイベントが復活してるんですよね。来週末11月23日の月曜日にコミティアというイベントがですね、ビッグサイトで行われるんですが、通常2万人弱ぐらい大きい時で入るようなイベントなんですけど、今回は復活のイベントということで多分1万弱ぐらいですかね。で、やられるかと思います。虎の穴もそこに関わっているので、まあ、出方とかいろいろ気にしているんですが、基本的にはほぼ飲食店と一緒で、そのちゃんと消毒する、距離を取る、まあ、しゃべんない、マスクつける、まあ、それらの対策を行うことによって、もうすでに実験的にいくつかイベントがされていて、まあ、特に問題ないんじゃないかという
状況ではございまして、即売会そのものはですね今展開していってるっていう感じですね。でコミケは来年夏に復活ということで、まあ、オリンピックの影響もあるんで通常8月のやつが5月のゴールデンウィークにやるわけですけど、まあ、ちょっとマニアックな話ですけどね、まあ、会場全部使うのがコミケの特徴なんですが、まあ半分ぐらいにしてですね、多分人数も半分以下になるんじゃないかななんていう感じにはなっています。はい、今度は土井さん映画祭の今後ですね、まあ、ちょっと時間も切っているんですけど、はい、お願いできますでしょうか。そうですね、なんか本当に僕が今ちょうどオンライン閉鎖の大変さを味わっている最中なんでちょっと悲観的な見通しになる可能性もあるって、ね、なってるかもしれないんですけど、本当に来年以降 の, オンライン閉鎖っていうのを定着するかって言ったら微妙だなというふうに思ってます。多分すごく名のある映画祭は多分オンラインを閉鎖するだろうなって、それはオンラインをするだけのすることによって自分たちの有名さみたいなものを活用してどんどんと人が集まってくるからなんですけど、もう今どこもかしこもオンラインをやっていくって中でそうなってくるとやっぱり有名じゃない映画祭ってやっぱり見向きもされない状態っていうのが起こってくるっていうような、のが起こってくるはずなの でそれで中小の小さい映画祭は見合わないっていうような状況になってくると思うんですよね。だからむしろ本当に現地開催に限定しますというような状況が多分一部の有名な映画祭以外はやってくるんだろうなっていうふうに思っていて、それは多分その映画祭っていうものがじゃあどう何のためにやるのかっていうのはやっぱりその人脈作りであったり、何よりもなんかその場所にわざわざ行ったっていうこと、ある種の運命じゃないですけれども、そこで時間と空間を共有したんだっていうことが多分その後の人間関係につながっているみたいなところだったりしていて、だから本当にそういう映画祭っていうのは実はその時間と空間の共有の場なんだっていうようなことに気づいて、やっぱりオンラインをやらないっていう人たちと、逆に有名な本当にハブになるような映画祭について言うとはオンラインも活用することによって今後ますます影響力が広がっていくんじゃないかっていう、なんかそういうような映画祭の二極化みたいなものが今後起こっていくんじゃないかっていうのが僕の見通しではありますね。なるほど、ありがとうございますってな感じですか。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、そろそろお時間なのでまとめていこうかと思うんですが、まあ、ちょっとここでまとめようと思ってたんですけど大体言っちゃったんで、まあ個々人の皆さんの、感想にというんですけど、まあ、一応司会権限で今日の議論をまとめるとですね、リアル復活していて、オンラインも発展していて、多分コロナ後っていうのはどっちかに偏るんじゃなくてかなりちょうどいいところを狙ったですね感じのものにイベントはなっていくんだろうなと。事実この今開催しているコネクテッドインクもですね、まあ閉鎖というんですかね、並行してやってる形で、これはこれでですねアーカイブが残って後で見れたりとかいろいろいいことはあるんですよね。まあそういう方向に行くんじゃないかなと思っています。ということでセッションはこうまとめてですね、登壇者含めて全員に30秒ぐらいで、一言まとめを言っていってもらえればなとは思うんですけども、フィオさんと土井さんも後で当てますので、まずは山内さんと佐藤さんからお願いできますかね。はい、じゃあまず僕からお話を差し上げます。はい、僕も今のお話いろいろ聞いていて、やっぱりちょっと一個思ったのが、まあ、今の土井さんの菊池さんの話とつながっていますけれども、まあ、イベントっていうもの自体が多分枠が広すぎてもうちょっと細分化して考えないと今後はまずいかなと思っていて、イベントの中でもいわゆるコミュニケーションの自体が一方か双方向かだったりとか、そのコミュニケーションのスタイル自体が一対多か一対一かとか、コミュニケーションルール自体が暗黙の理解があるかないかとか、まあ、そういうところがキーになりながら、そのイベント自体を細分化していって、そのイベントの細分化した分析した上での最適なリアルとオンラインのハイブリッドということを、まあ、漫画にも限らず模索していかないと、まあ、なかなか新しい時代のイベントっていうところは難しいかな。見方を変えると、まあ、このコロナ禍に応じてイベントっていうものがどういうものがイベント足りるかところについてのいろいろ実験とバージョンアップが行われると思うので、よりこう魅力的なイベントと、まあ、そうじゃないイベントっていうのが今回コロナ後に、まあ、コロナ後にはこう結構明確に分かれるかなというふうに思いましたね。はい、うん、はい、ありがとうございます。須田さんいかがでしょう。そうですね、オンラインはオンラインで、まさにさっき土井さんが言ってたんですけど、
いいこともたくさんあったんですよね。僕アニメーション映画祭って海外はアヌシしか行ってなかったんですけど、まあ、今年はオタワも行けるじゃん、どこも行けるじゃんっていう風になってきて、知識を得るという意味ではオンラインのイベントってめちゃめちゃ役に立つんですけれども、その一方でやっぱりリアルに人に会うっていう経験がやっぱりあのイベントっていう中では僕は大切だったんだなっていうのは思っていて、何かしらそこのところの手段、それはやっぱりオンラインでやりきれないところがあるので、そういった場も欲しい、アイマートもそういう場になってほしいみたいな感じは思ってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次フィオさん行きましょうか。はい、そうですね、今年すごくこのコロナの影響もあってこうバーチャルイベントみたいな感じのところがすごく取り立たされるようになってきたと思うんですね。で、これがじゃあ今後どうなっていくのっていうので言うと、私が考えているのは、このバーチャル上でイベントを開催するっていう、選択肢が1個増えたっていう、それすぎないのかなっていうことを思っていて、なので、リアルのイベントでしかできないことってたくさんあるんですよね。なんかボブイケット、コミックブイケット主催をしていて、やっぱり、昔は、最近はね、もうすごい引きこもりになっちゃったんで、リアルのイベントが復活しても多分今後私は多分いけないんだろうけど、昔はねそういう、こうリアルのイベントの楽しさも存分に味わっていたので、やっぱりあの楽しさ、一つところにこう集まってみんなでそれを共有するみたいな楽しさっていうのは、やっぱり人間はコミュニケーションで、生きていく生き物なので、その根源的な部分は絶対になくならないだろうなっていうふうには思っております。で、その中でも、バーチャルでも開催する、バーチャルで開催するとか、バーチャルとリアル両方でやろうとか、そういった、こう選択肢が今回増えたっていうことと、あとはいろんなプラットフォームの進化によって、土井さんが大変で、閉鎖はめっちゃ大変だみたいなこう話が、あったと思うんですけど、そういったところも、だんだん、簡単に、できるような、なんて言うんでしょうか、プラットフォームだったりバーチャル空間の進化っていうところ、あとはバーチャル空間のその、規制というか、バーチャル空間って現実空間の規制が結構当てはまらないものとかがあったりとかもするので、そういうものが整備されていったりとか、進化していくことによって、より便利に選択肢が広がっていくんじゃないかなというふうに私は考えています。はい、ありがとうございます。将来的には多分ね、物理空間を中心にこう生きる人、あるいは私のように バーチャル空間だけで生きていく人、あるいはそのどっちもね行き来しながら生きていく人みたいな、いろんなこう、イベントの選択肢から、こう生活スタイルの選択肢のところまでこう、広がっていくんじゃないかなというふうに考えています。なるほど、眼蓄のあるところでございました。ありがとうございます。はい、土井さんいかがでしょう。やっぱりこのコロナの状況によって、なんかイベントもそうだし映画祭もそうだし、本当にそもそもの本質って何だったんだろうっていうことをすごく問い直される場合になったといいますか、あとデジタルへの移行とかそういうことも、去年のアイマークでもテーマにしていた話だと思うんですよ。流通とかも含めてですけれども、なんかそういったところを一回考え直すと、いいチャンスになるんじゃないかなというふうに思っているんですよね。そういう意味で言うと、このアイマートという場自体はまさにそういうようなですね、時代が変化していく、環境が変化していく中で、一体何ができるんだろうっていうようなことをですね、考えていくイベントになっていると思うのでですね、ぜひともそんなようなことを考えたい方はですね、ぜひともアイマートの方にも来年オンラインもやりますし、足を運んでいただきたいなというふうに思うっていうようなまとめみたいなことも言ってみました。はい、ありがとうございます。じゃあ締めるので、パワポの方の画像を出してもらっていいですか。すいません。ということでございましてですね、皆様のご協力でイベントをさせていただくことが、プレカンファレンスを無事、開催することができました。来年ですね、2021年の2月26日、27日の2日間ですね、アイマートはですね、池袋ハレザで、開催される予定です。ゲームでやアップルの、iPhone とかそういう iOS とかですね、そういうグローバルカンファレンスって、開催されている国が世界を仕切っているところがあったりするんですよね。そういう意味ではですね、アイマートは漫画とアニメについてはもう圧倒的に日本が強いはずで、それを仕切れるための、その業界を仕切れるためのグローバルカンファレンスをやるという趣旨ですね、開催しております。ぜひですね、関係者の皆様にはご協力ご参加いただければと思います。また、今日始まったクラウドファンディングですね、ぜひご協力いただければと思います。
といったわけでございまして、プレカンファレンスですね、ここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。フィオさん、土井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。